私の方からですね、今日のレジュメの1ページ、めくっていただきましてですね、1ページのところから、この間の経過と今回 の、 あの裁判闘争の意義について、説明、報告をさせていただきたいと思います。今水谷議長からも冒頭発言が説明がされましたけれども、これまでの経過ですが、この相談会、今日もこの後私の後に報告していただきます田淵弁護士を先頭にですね、30代、一部20代の弁護士もいますけれども、10人ぐらいと相談会をですね、昨年の10月26日から重ねてきました。で特に3回目の相談会のところではですね、いろいろこの相談して準備する過程の中でも運動側と、弁護士側とこれから全農連の方のですね、いろんな意見がぶつかってですね、一筋縄ではいかないような議論も重ねる中で、今回の訴状で最低賃金の裁判に訴えるという腹固めをですね、昨年いっぱいしてきて、でこの1月のところで評議員会で基本的な方向性をですね、神奈川道連の第1回評議員会で決めていただいて、でその後ですね、2月19日に最低賃金の学習決起集会ということで約50人ぐらい集まって、小越洋之助先生の方からですね、この政権としての最低賃金実現の意義と展望という学習をいただきながら準備をですね、最終的な詰めをこの3月4月行ってきました。率直に言いまして、この最低賃金の1000円以上ということで国を被告にして訴える裁判というのはですね、昭和30年代に1回あったらしいんですけども、事実上初めてのチャレンジになります。なぜですね、この今回の最低賃金の裁判まで訴える、そういう覚悟を決めて準備してきたのかということについてお話をさせていただきます。2ページ目の方のですね、2のところからまずちょっと飛びますけども見ていただけたらと思います。神奈川道連はですね、全国に率先してこの間最低賃金の引き上げの取り組みを行ってきました。ここにはですね、詳しくは書いておりませんけども、ハンガーストライキの取り組みを行ったり、最賃体験の話を取り組みを行ったりですね、いろんな取り組みをですね、全国率先して行ってきまして、後で非常に今回の裁判の争点になる2007年に最低賃金法の改正をですね、これは神奈川道連だけがやったわけじゃございませんが、全道連の最低賃金の引き上げの取り組みの中で法の改正をですね、導き出して、その上でですね、この3年間100円以上の時給の賃上げをしてきたわけですけども、実際ですね、昨年の10月21日効力発生の神奈川の地域最賃、今全国で800円超えしたのは東京と神奈川だけであります。で神奈川がやっと818円まで上がりました。しかしながら、この818円も厚生労働省国が低く見積もったこの生活保護との整合性、これも後で詳しくですね、このまやかしについては説明がされますけども、836円なんですね。でこの低く見積もった基準にさえ到達してない、これは全国で5件取り残されている状況であります。さらに神奈川は中央の最低賃金審議会でまず目安を出して、で各県単位で最低賃金の時給金額を決めるわけですけども、全国唯一1円を下回って答申をされるという異常な事態になりました。これは私の個人的な思いも含んでますが、やはり昨年のこの1円下回ったってことについては非常に申し訳ない気持ちをですね、もうこれはもうちょっと何とかしないと
今年からの最低賃金の引き上げは非常に厳しいというふうに私が決意した一つのきっかけになっております。でもう一つは確認にありますとおり、経団連の春闘にあたっての報告があるんですね。向こう側の経営姿勢を出す文書であります。この中でこの3年間ですね、大幅に先ほどの2007年最低賃金法の改正に伴って引き上がってきた最低賃金の引き上げについて危機意識をですね、財界側はむき出しにしまして、もう何が何でも今年はもうそういうふうにさせないぞということを特に強調して出しておりますし、この 3.11 大震災の影響でですね、もう含めてこの民主党政権が本当に今特に財界側の姿勢にもかなり今来ておりますし、ちょっと戻りますけれども、1ページの下にあります民主党政権の2010年の6月の政労使の合意というのがですね、2007年の最低賃金法の改正とから昨年6月の、民主党政権になっての政労使合意、これはですね、2020年までに最低800円、今一番低いところは沖縄のですね、640円台ですから、これを最低でも800円に上げていく、全国平均で1000円にするんだというような合意をされているわけですが、これもですね、もう遠い先になるような、ほとんどですね、これを先延ばしするような状況が今目に見えてきております。で、今日のレジュメのですね、資料の後ろの方に新聞記事が載っていると思います。一番後ろですね、31ページを開けていただけたらと思います。これは毎日新聞の新聞記事から引っ張りましたけれども、この生活保護水準そのものをですね、これは5年に1回厚生労働省が中心となって、見直しする機会を設けているようでありますが、いよいよこの生活保護のですね、もう受給者が戦後始まって以来の200万世帯ぐらいまでいっちゃってるんですか、もう最悪の状況になってきている。でこういった状況をですね、本当は働いて、あとは出ります、きちっと最低賃金で1日8時間働いて生活保護基準の以上の賃金を保障すれば、ここで働いて食べてくる人がたくさん出てくるものを、逆にこの生活保護の受給金額を抑えるために切り下げるという検討に今秘密ではですね、もう公然と入ってくる情勢になっております。で本当に今回の政治利益、我々は一番基準にして戦うわけでありますが、本当に生存権を一番確保しているこの生活保護基準そのものを切り下げるというような情勢に今なってきている中で、これでさらにですね、新聞記者と読んでいただければ分かりますけれども、これをもって最低賃金も伸ばさない、むしろ引き下げるというような悪魔の循環に国の姿勢が変わってきているという情勢を皆さんぜひ知っていただけたらと思います。2ページ戻りますけども、大震災の影響もあります。こういうような状況を踏まえると、この2ページ目の括弧3にありますけども、私たちの最低賃金の引き上げ、全国にやっぱり先駆けていろんな取り組みを神奈川県でやってきましたけども、やはりですね、本当に全ての炭酸の本当にこういう生活保護水準ギリギリで、ダブルトリプルワークをしなければ生活ができない、こういった仲間をやっぱり労働組合の中に入れて、でそこでやっぱり当事者が立ち上がった最低賃金のインパクトのある取り組みをしなければ、この情勢を跳ね返して一刻も早く1000円以上というような状況にはならないということで、最低賃金の裁判ということをですね、やろうということで準備をしてきたということであります。訴状の主文の